皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけ見です。それでは早速、本日のお品書きは次の通りです。一言で、結局これが一番貧乏になる。お金が急に底をつき、貧乏の泥沼へ落ちていく悪魔の習慣について。二言で、貧困生活一直線、老後確実にお金に困る人の残念すぎる特徴三線について解説していきたいと思います。 と思いますそれでは早速1言の。 結局これが一番貧乏になる。お金が急に底をつき、貧乏の泥沼へ落ちていく悪魔の習慣から解説をスタートしていきます。さて、お金ってめちゃくちゃ大事ですよね。お金があれば自由度も大きく広がり、様々な選択肢を持つことができ、何よりもお金がないという最悪のストレスを逃れることができます。ですから皆さんにはぜひともお金を貯めてほしいですし、お金に余裕の ある暮らしししを実現して欲しいんですが世の中にはお金がどんどんなくなってあなたを貧乏の泥沼に突き落としてしまう最悪な習慣があるので今回の動画ではそういった習慣を厳選してお伝えしていきこの習慣だけはマジでやめてくださいということをね皆さんと一緒に考えていきたいと思いますそれでは早速一つ目に紹介したいお金が急に底をつき貧乏の泥沼へ落ちていく悪魔の習慣はコンビニで ちょこちょこ買い物をしてしまうなど小さな散財が 多いという習慣になります。さて皆様、貧乏になる人は収入が低い人であると考えている人実は多いのではないでしょうか。ですが、実際は全然そんなことはございません。実は貧乏になってしまうかどうかというのは収入ではなく、あなたが使うお金、つまり支出によって決まるということが統計的に明らかになっております。金融広報中央 委員会による令和5年の調査によると収入が高ければ資産が多いというわけではないことがわかります。こちらの調査では年収300万円未満の方のうちの61.3%が金融資産を保有しているのに対し、 年収1000万から1200万円の人のうちなんと45.5%が金融資産を持っていないということがわかっているんですね。皆さんこれめちゃくちゃ驚きの数字ではないでしょうか。つまりですよ。年収300万円未満の人の3人に2人がね、きちんと貯金をしたりと資産を持っている一方で年収1000万から1200万円の高所得者の約半数が貯金を持っている 持たないいそのの日暮らしの状態でであるととうこななんですねなぜこんなことが起きてしまうのか。普通に考えたらですよ。それは収入が多ければ多いほど、金融資産も多くなりそうなものですよね。ですがそうではありません。 実はその答えは、支出にあります。年収500万円未満の方の多くは、適切な節約などして、支出を増やさず、自分の身の丈に合った生活を確立していらっしゃいます。ですが、年収1000万円とかを超えちゃうと、多くの人は、途端に生活レベルを上げすぎてしまい、支出が多すぎて、 貯金金や資産運用に回すすお金がなくなくってしまうんですこのことは実際に統計的にも明らかになっています。日清基礎研究所の調査では年収500万円未満の方の年間の支出額は283万円程度であるという調査結果が出ています。一方で年収1000万円の世帯の消費支出は524万円であった 倒的にね、死出が多いということがわかりますよね。しかも。 これは税引き前の年収で比較しているということを見落としちゃダメなんです。日本の所得税というのは累進課税ですから、年収が多ければ多いほど税金もガンガン高くなっていきます。また、年収が1000万円を超えたあたりから急激に税額が増えるというのも有名な話ですよね。実際、年収500万円の方の手取りがおよそ400万円程度であるのに対し、年収 1000万円の場合の手取り額は600万から700万円程度と税金によってガクンと大きく目減りするということがわかるでしょう仮に年収1000万円の手取りが600万円だとするとそこから消費支出である524万円を引くと たったの76万円しか手元に残らないということになります。一方で、年収500万円、手取り400万円の方の支出額は、先ほどの通り283万円ですから、年間で117万円も手元に残るということになりますよね。つまり、年収500万円の人は、年間117万円手元に残る一方で、年収が倍の1000万円ある人は、その約半分 分の76万円しか手元に残らないというわけなんです年収が倍になったにもかかわらず身の丈に合わない出費さらには高すぎる税金などによって手元に残るお金が半分になってしまうという逆転現象が起きてしまっているわけですこれが 貧乏人の真実となります。このことからもね、必ずしも収入が高ければたくさん貯金できるというわけではない。逆に収入が低いからといって貧乏になるわけでもないということがわかるでしょう。そしてこのような逆転現象は特にですよ、皆さん。 老後で大きな問題になるのです。資産のない年収1000万円の人の多くは、自分は金稼げるんだから、貯める必要なんてないよと言います。 確かにそれは事実かもしれませんが、そのような言い分が通用するのは、あくまでも自分が働けるうちに限っての話なんです。なぜなら彼らは病気や定年、リストラなどによって働けなくなった途端、貯金がほとんどない状態と、生活コストが高い状態という二重苦に直面してしまうからです。年収一千万円の人が年間手元に残るお金はわずか75 6万円でしたよね。25歳から40年間。 この76万円を貯金し続けることが仮にできたとしても、65歳の定年時点で手元に残っている貯金額は3040万円となります。一方で、年収1000万円の人の年間の支出額は524万円だったわけですから、そのままの生活水準を維持しようとしたら、わずか6年足らずで貯金が底をついてしまうという、ちょっと恐ろしすぎる計算になるわけです。 わけなんです。もちろんね。退職金や。 年金がここにプラスされるとはいえども生活コストが高いというのがいかに老後にとって危険であるのかがお分かりいただけるでしょう。一方で年収500万円の人はどうでしょうか年収500万円の方が手元に残せるお金は年間117万円でしたから40年で4680万円にもなります。一方、この方の年間の支出は283 万円で済みますからたとえね年金や退職金が仮にゼロだと仮定しても16年間も貯金だけで食っていけるという計算になるわけですこのようにねめちゃくちゃ具体的な数字で計算してみれば生活コストを上げず身の丈に合った生活をすることの大切さが如実に皆さんわかるでしょう収入を増やすというのは運の要素もあり会社の業績などにもよりますので並大抵 のことではありませんが支出を削るというのはあなたの心がきや努力次第で100%効果が出ることをどうにでもできることなんですそしてそのために真っ先に皆さんにやっていただきたいことがお待たせしましたコンビニで ちょこちょこ買い物をしてしまったりなどの日々の小さな散財をなくすということであります。年収1000万円の人が全然金たまらないのは何も高級車買ったりとか高級な時計をコレクションしているからではありません。 なぜならば、年収1000万円程度では、ちょっと金持ちと呼ぶには中途半端すぎて、そのような高級な趣味を持てるほどの経済的な余裕はないからです。このような高級な趣味は、年収2000万円以上の人のもので、年収1000万から1200万円程度の人は、別の部分で散在しているんです。その別の部分というのが、小さな散在です。年収で、 1000万円程度あれば、高級会社を乗り回すほどの余裕はないにせよ。会社帰りにね、コンビニとかスーパーでジュースやお菓子を買う程度の余裕は全然あります。このような中途半端な余裕によって、毎日ちょこちょこと無駄な散財をしてしまい、それが積もり積もって、 年間の大きなな支出となっっててしまっているんですこうした細かい散財というのは何もコンビニでの買い物だけに限りません。細かい散財が癖になってしまっているというのがめちゃくちゃやばいです。癖になってしまっている人は自炊をせずに送料が高いデリバリーを頼んだり、スーパーで毎回ビニール袋を購入したりと、至るところで大量に小さな散財を積み重ねてしまいます。また 意外と大きいのが atm の引き出し手数料のような金融機関の手数料になります最近はコンビニの atm でお金を引き出すと1回300円ぐらいもね手数料がかかってしまうことも珍しくはありませんよね もし1万円下ろすのに300円かかるとしたら手数料だけでなんとマイナス3%になってしまいます最近は新入社によって株式投資が日本人の間でも大流行しているわけですが年利3%の利益を出すというのはそう簡単なことではありませんもし投資がうまくいって年3%の運用益が出たとしてもコンビニの ATM でたびたび3%の手数料なんか支払っていたら すべてが水の泡になってしまいます。こういった一。 一回一回は小さくてもそれが積み重なると大きな額になるような小さな散財こそが貧乏一直線になってしまう原因なんです。逆にこういった小さい出費を馬鹿にせず財布の紐を普段からきちんと締めておくことでお金にだらしない性格が治りコツコツお金を貯金することの大切さに気づくことができます。年収に限らずこうした細かい存在がある人は将来絶 絶対貧乏にになるるので今すぐ意識を改めるよううししましょうこのように言うとね、いやいや、コンビニでちょっとお菓子とかジュース買って帰るぐらいいいじゃないですかと、そんなの言うても500円ぐらいでしょと、そう思った人結構多いかもしれませんね。確かに。 金額自体は小さいのかもしれませんが、そもそもそういった小さな散財をする癖を直すということが一番の目的なんです。小さいところで。 ポポポポイイイイ散散すすするるるよよううななな人は大きなところででも必ず将来にからですちょっと給料も上がったし、車買っちゃおうかなとか、もっといいタワマンに引っ越そうかなとか、そういうことを考えちゃうんです。小さなところでの散財癖がついている人は、必ず大きなところでも散財してしまうので、まずは足元の小さな散財癖から直すことによって、無駄遣いをするという癖を直すことが一番 重要なんです500円無駄遣いする人は必ずどっかで10万とか20万とかあるいは100万とかでかい金額をも無駄遣いしてしまうんですそれでは次2つ目に紹介したいお金が急に底をつき貧乏の泥沼へ落ちていく悪魔の習慣はネ ショップのお知らせやメルマガに登録しているという習慣になりますさて貧乏になってしまう人というのは何も好き好んで自ら貧乏になってしまうわけではありません 多くの人は貧乏にならないように気をつけていたり、貧乏にならぬよう頑張っているにもかかわらず貧乏に転落してしまうんです。なぜ貧乏にならないように努力しているにもかかわらず結果が真逆になってしまうのか。それは他でもなく、その努力が間違った努力だからですよ。貧乏になってしまう人がよくやりがちな間違いにお得なものに飛びつくという特徴があります。 お得であるという目の前の利益に飛びついてしまうことで長期的な利益に目がいかなくなってしまっているんです。その代表例がネットショップやスーパーのお知らせやメルマガへの登録です。ネットショップを一度でも利用してメールアドレスを登録するとその後毎日のようにセールのお知らせや ポイントアップのお知らせといったお得情報が届くようになりますよね。皆さんの中にこのようなお得情報にいちいち反応して買い物をしてしまっているという人はいませんかもしそんな方がいたら真っ先にお知らせやメルマガの登録は解除してください。なぜならばそうしたメルマガに誘導されてしまうことこそ貧乏への一直線だからであります。これについてはなぜ店舗や企業がお得情報を時間 時間をかけて労力をかけてメルマガなどで発信しているのかを考えてみれば簡単にわかるでしょう資本主義経済においては誰かが得をするときは必ず誰かが損をしていますだからこそ資本主義では貧富の格差が拡大していくんですそして得をするのは常に企業であり損をするのは常に私たち消費者であるという構造があるんですこれは企業がどんどん巨大化していく 一方私たち消費者がどんどんん貧乏にななってている昨今の経済格差を見ても明らかなことですよねつまり企業がやることの裏には必ず彼らの儲けがあってその儲けは私たち消費者の損によって成り立っているんだということを忘れちゃダメなんですこれはメルマガのセール情報やポイントアップでも 全く同じことが言えるんです企業がセールやポイントアップキャンペーンなどを打つのはそれが企業にとって得になるからに他なりませんそのような企業の誘導に乗っかってしまうのはまんまと彼らのカモになってしまうことでしかありません現代のマーケティング手法の発展は目覚ましいものがあって企業は本当にありとあらゆる方法で私たち消費者の心理を操作しようとしております皆さんの中に 本当は欲しいわけではなかったのにセール品だからという理由だけで物を買っちゃったことがある人いらっしゃるのではないでしょうか実はそれは完全に損をしております。もし皆さんが買おうと思っていたものがたまたまセールになっていたのであればそれは確かにお得かもしれません。 ですが、セールでは大抵、欲しいから買うんじゃなく、セールだから買うという心理が働くんです。より正確には、本当はいらないけれど、セールだから、安いから買うということができます。つまり、皆さんがセールで買ってしまったものというのは、本当は不要なものなんです。そのような出費は、たとえセールであっても、浪費に他ならず、どんどん貧乏になるだけです。また、 ポイントアップセールについても同じことが言えます。たまたま欲しかったものがポイントアップになっていればラッキーですが、そんなことは滅多にありません。私たち消費者は企業の誘導にまんまと乗せられることで、本当はいらないが、ポイント高いしな、ポイントアップだから買おうという愚かな行為に走ってしまいがちなんです。おまけに、ポイントアップセールはただのセールよりも立ちが悪いと言えます。 なぜならば、私たちはポイントを取得するときだけでなく、そのポイントを使うときにも無駄な買い物をしてしまうからです。皆さんの中に、ああ、もう少しでポイント切れちゃうから、とか言って、焦っていらない買い物をした経験がある方はいないでしょうか。 期限切れが近い300ポイントを使って1000円のものが700円で買えたとしてもそれがいらないものであれば700円のマイナスという浪費に他なりません。これを300円得したぜと思わせる心理作戦こそが 企業の戦略なんですこの場合、企業にとっては、ポイントアップセールでの売り上げと、ポイントを使った時の売り上げという、二つのタイミングで儲けていることになります。つまり、逆に言うと、私たち消費者はその分、二回も損をしているということ。このようなことからも、店舗や企業のセール情報には、決して惑わされてはいけないということが、お分かりいただけるでしょう。 また、気をつけなければいけないのは、セールになるのを待つという方法であります。セールだからといって、いらないものを買うのは NG ですが、もともと欲しかったものが、たまたまセールになるのであれば、それは確かにお得でしょう。ですが、これは、 たまたまその時、セールになっていたというのが重要なんです。なぜならば、インフレが加速する現代において、セールになるのを待っていることは、自分が持っている現金の価値がどんどん目減りしていくのを、指を加えて見ていることに他ならないからです。例えば、皆さんの欲しいものが定価で1万円だったとしましょうか。今買うのを待って、1年後に同じ商品がセールで2%引きになり、 100円で買えたとしましまょうこの時多くの人は200円得したからセールを待ったいがあったと思うことでしょう。ですがそれは実は損です。2023年の日本のインフレ率は3.2%でした。これは逆に言うと1年間で私たちが持っている日本円の価値が3.2%下落したことに他なりません。 つまり、先ほどのセール品の例で言うと、1年待つことで確かに200円得したかもしれませんが、その分皆さんが持っている現金の価値は320円下落しているんです。 インフレによって円の価値がどんどん下落していくということは皆さんが持っているお金の価値は今この瞬間が最も高いということになりますということは本当に必要なものであればセールなんか待たずに今買うのが最も安く買えるということなんですさらに皆さんが必要なものがね将来セールになる保証なんてどこにもないわけですまたその商品を買うことで得られる金銭面以外の利益について ても考慮するる必要があるでしょう例えば皆さんが欲しい商品がエアコンだったとしましょうかご自宅にある古いエアコンを今すぐ新しいものに切り替えればそれだけ早く快適な居住空間が手に入って健康がアップすることになります ですが、その買い替えを1年間先延ばしにすることで、その1年、皆さんは室温や湿度が安定しない部屋で体調がどんどん崩れていくことになります。このように本当に欲しいものを買うことを先延ばしにすることには何一つ良いことはありません。とはいえ、そりゃ頭ではそうわかっているんだが、ついついセールの広告を見ると、ものを買って しまうんですというそんな方もいらっしゃることでしょうそんな皆さんへの処方箋こそがメルマガやお知らせ通知の解除なんですセールの広告を見るとついつい買ってしまいたくなるのであればそのような広告がもう絶対に目に入らないように未然に対処するしかありませんよねセール品の情報さえ目に入れなければ皆さんはそもそもそれを欲しいと思わないはずです余計な通知やメールが減れば それだけね、確認する時間も浪費することがなくなるため、お金と時間の両方が浮いて、まさに一石二鳥と言えるんです。それでは次三つ目に紹介したい。お金が急に底をつき、貧乏の泥沼へ落ちていく悪魔の習慣は、貯金額の明確な目標をもっ で、いないということになります。さて、先ほど冒頭で皆様、貧乏にならないためにはですよ、とにかく細かい浪費なくそうぜと申し上げました。ですが、中には、細かい浪費がすでに癖になってしまっていて、自分でも浪費していることに気づかないような重症の浪費家の方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな方にぜひやってほしいのが、自分のお金の流れを見える化するということ。 off. お金の流れを見える化すると聞いて、こんな風に思った方はいませんかそれって、またどうせ家計簿をつけろとかいう話でしょうと。めんどくさくて無理だよと。ですが、ちょっと待ってください。私はね、ここで一般的によく言われているような家計簿つけましょうなんていうお話をするつもりはないんです。確かに、家計簿というのは、支出と収入をきちんと見える化することで、お金の流れを数字として客観的に マークできるという絶大なメリットがありますですがその一方で皆さんが思っている通り家計簿をつけるというのはあまりにも面倒くさすぎるんです最近はレシートをスマホのカメラで撮るだけで家計簿がつけられるアプリも出てきておりますが中にはレシートがもらえないような細かい出費もありますよねまた最近では クレジットカードなどのキャッシュレス決済が少しずつ浸透してきていますから、そのようなカード情報をすべて一つのアプリに紐付けるというのはセキュリティ的にもリスクが伴います。 このように、家計簿には様々なデメリットも同時にあるわけです。自営業の方でもない限り、このようなデメリットを受け入れてまで家計簿をつけるメリットがあるとは到底思いません。そのため、多くの方にとっては家計簿は節約のための最適解ではないわけです。もちろん、否定しているわけではありませんが。では、 私たちはどのようにしてお金の流れを見える化すればよいのかそこでぜひやってほしいのが貯金額の把握と目標の設定なんですそもそも家計簿というのは手段であり目的ではないんです細かい無駄な出費を減らしたいというのは何も家計簿をつけるためじゃなくてお金を貯めて貧乏を脱するためですよねそれならば手段である家計簿などすっ飛ばし一とっ飛びに目標である 貯金額の方に目を向ける方が圧倒的に合理的と言えます。貯金額が増えているということは、それだけ節約できているということになりますし。 貯金が増えなかったり逆に減っているということはそれだけ無駄なことにあなたがお金を使っている何よりの証拠です。つまり貯金額というたった一つの数字を見るだけで皆さんが節約できているのか浪費してしまっているのかが一目瞭然です。おまけに貯金額のチェックは月に一回やればいいだけですから家計簿をつけるような面倒な手間はありません。 確かに、貯金額だけからは、細かい出費の内訳などは分かりませんが、家計簿の手間を考えれば、貯金額でお金の流れを把握するというのは、最も現実的な方法だと言えるでしょう。ですが、ただ漠然と、貯金額が増えたり減ったりするのを、眺めるだけでは、節約するモチベーションにつながりません。ここで大事になってくるのが、目標設定です。どんな行為も、ゴールがないと続きませんし、 逆にゴーールががあるることとでで頑張ろうといういいモチベーションが湧いてくるんです皆さんは朝何にもやるべきことがないにもかかわらず、早起きできますかできませんよね。明日の朝はこれをやるとか、仕事行かなきゃいけないといった明確な目標があるから早起きすることができているわけです。それと同じで、老後はこれをやるという目標があるからこそ、無駄な支出を削り、効率的に貯金をすることが可能となるわけ ですしかし目標というのは何でもかんでもいいからとりあえず立てればいいというわけではありません実は目標には良い目標と悪い目標があります悪い目標の典型例としては次のようなものです実現の可能性が高すぎたり低すぎたりするあまりにも長期的すぎて現実味がない定期的に見直さないご褒美がない このような目標は悪い目標です。例えば、皆さんの貯金の目標が20年後に500万円貯めるという目標だったとしましょう。これでは目標があまりにも低すぎてすぐに実現できてしまいます。こんな簡単すぎる目標が節約につながらないのは当然です。一方で20年後に5億円貯めるという不可能な目標も同じくモチベーションアップにはつながりません。実現の可能性が低すぎるがあまりどうせ無理だとやる気 を失ってしまうんですさらに目標が時間軸的に遠すぎるというのも良くない特徴になります。これは ランニングに例えるとわかりやすいでしょう。30年で1万キロ走るという目標はあまりに実現が遠すぎて現実味全くありませんよね。ですがこれを細かい目標に分割するとどうでしょうか ?30 年で1万キロというのは3日に直すとたったの2キロ半です。30年で1万キロなんて言っちゃえば途方もない目標に感じますが3日のうち1日2キロ半走るというのは現実味があり よよくすすれば実現でできそうですよねこのように目標というのは高すぎず低すぎずそれでいてできるだけ短期に細かく分割するのが良いんですそしてもう一つ細かく分割した目標を達成するたびに目標を見直すということもめちゃくちゃ重要なんですなぜならば私たち人間はもともと怠けがちな動物で目標に対するモチベーションは時間とともにどんどん低下していくからです 目標を設定した当初というのは当然ね、よしやるぜというモチベーションがマックスの状態でございます。ですが、時間が経つとどんどんモチベーションが落ちていき、どうでも良くなってしまうんです。目標を立てたことすら忘れてしまう人も多いです。しかし、 定期的に目標を見直すこととでで毎回新鮮味を持って目標に取り組むここができますよねこれは一本のロープに例えれば分かりやすいです。一本のロープというのはこのように大きく中だるみしてしまいます。ですが途中途中にチェックポイントを設けることで一つ一つの中だるみを最小限に抑えることができます。これはフレッシュスタート効果と言いまして科学的にも実証されている合理的な目標の設定 方法になります私たち人間のだらきやすい性質を逆手に取ることで長期的な目標を達成しやすくすることができるんです。また、ちょっとしたご褒美を自分にあげるということも大切でございます。私たちは何も老後の貯金のためだけに生きているわけではありませんよね。老後の蓄えもしつつ、今現在の生活を楽しむというバランス感覚が重要なんです。ただ、苦しみながら節約をしている だけの人生というのは？ つまらないものです。人生は若い時にしかできない経験もありますので、そのような経験を我慢して、ストイックに貯金だけをしていると、老後に必ず後悔することになるでしょう。かといって、若い頃は経験が大事だからと、自分に言い訳をして、浪費ばかりしてしまうのも問題です。細かく分割した目標を達成するごとに、自分に小さなご褒美をあげることで、老後の蓄えと、今現在の楽しみ の両方をバランスよく両立することができるんですまたご褒美はモチベーションのブーストにもつながりますから一石二鳥ですよね特に目標もなくなんとなく貯金している方はぜひ今ご説明したことを参考に良い目標を立ててみましょういかがだったでしょうかそれではこの辺で一元の内容をまとめておきます一元まとめ この一言では、お金が急に底をつき、貧乏の泥沼へ落ちていく悪魔の習慣を三つ紹介しました。一つ目は、コンビニでちょこちょこ買い物をしてしまうなど、小さな散財が多いという習慣でした。二つ目は、ネットショップのお知らせやメルマガに登録しているという習慣。三つ目は、貯金額の明確な目標を持っていないというものでした。 それでは次2件で貧困生活一直線、老後に確実にお金に困る人の残念すぎる特徴3選について解説してまいりたいと思います。さて続く2件では。 老後急に貧乏になってしまう人の特徴について合計3つ紹介していくので自分は当てはまっていないかなぁということを考えながら聞いていっていただけますと幸いです。まず1つ目に紹介したい老後確実にお金に困る人の残念すぎる特徴はお金のかかる趣味を持っているということになります。さて、 死質には一時的なものとずーっとかかり続けるものの2種類があります。後者の ずっとかかり続けるものの中の代表的なものが固定費と呼ばれるものになります。固定費には家賃や光熱費、携帯代などがあり、これらの固定費を削減することは支出を減らして貯金するために絶対に必要なことになります。しかし今、この動画をご覧の多くの方がすでに固定費をギリギリまで削減していらっしゃることでしょう。固定費を削減するというのは節約の色派のいですから、超 有名なことですし今更言われるまでもないという方が大半のはずですまた固定費というのは生活の質や健康にも直結する問題です特に電気代はケチることで空調が悪くなったりして健康を害する恐れがあるためあまり削りたくないという側面もありますこのようなことから固定費削るというのはまあちょっと乱暴すぎるアドバイスであると言えるかもしれません 一方で、誰もが削るべき、ずーっとかかり続ける出費もあります。それは、お金のかかる趣味への出費であります。もちろんね、これを今聞いているあなたが、アラブの石油王で、無限に金が湧いてくるのであれば、気にする必要はありませんが、そんな人いませんよね。お金がかかる趣味が非常に厄介なのは、趣味は正域だという認識を、 多くの人が無意識に持ってしまっているからです趣味というのは 人生で最も充実したプライベートの時間ですよね。日々の仕事や家事に疲れてしまっている方は、休日の趣味の時間くらい好きにお金使わせてくれよと思うのもまあ無理はないでしょう。ですが、そのような認識が落とし穴になるのです。趣味は食品などと違ってアウンテンで再現がありません。食費はどれだけかけてもね、食べられる量というのが決まっていますが、趣味は お金をかければかけるほど、のめり込んでしまう、泥沼なわけです。また一方で、すべてとは言いませんが、お金のかかる趣味ほど、将来の自分のためにならないという傾向もあります。お金のかかる趣味といえば、課金制のゲームやキャンブル、フィギュアやブランドものの収集、アイドルの追っかけなどがありますよね。これらはすべて。 後に何も残らない趣味ばかりと言えるでしょう。課金制のゲームやギャンブルはお金と時間を失うだけですし、物の収集というのは飽きてしまえばただのガラクタの山になってしまいます。また、アイドルの追っかけをはじめとする最近流行りの推し活は自分が主体ではなく推しが主体になってしまっております。そのような 他者主体の趣味というのは自分主体で生きられない従属的な人生になってしまいがちです。一方でお金のかからない趣味には自分自身への投資となるものがたくさんございます。ランニングやヨガといった。 お金のかからない運動は、やればやるほど、自分の健康にとってプラスになります。読書や映画鑑賞といった趣味であれば、図書館を利用することで、無料でできる上に、自分自身の教養や人間性のアップにつながりますよね。さらには、手芸や DIY、家庭菜園といった趣味は、お金がかからないどころか、むしろ、自給自足によって、お金が浮くことにもなります。 このように、お金のかからない趣味というのは、お金以上の価値がある素晴らしい趣味ばかりなんです。また、何と言っても嬉しいのが、お金のかからない趣味は、たとえお金がなくなっても続けられるということであります。これは当たり前のことかもしれませんが、多くの人が見落としがちなポイントです。私たちは、 お金があるうちは気持ちが大きくなっておりますので、お金がある状態が永遠に続くかのように錯覚してしまいます。ですが、 お金がなくなるというのは何かの表紙に急に訪れるもの。お金がなくなれば当然お金のかかる趣味は継続できなくなってしまいます。つまりお金がかかる趣味しか持っていない人はお金がなくなると同時に生きがいである趣味まで失ってしまうことになるんです。ですが お金のかからない趣味を持っている人は、たとえお金を失っても、趣味まで奪われてしまうことはありません。金がなくたって、ランニングはいくらでも続けられますし、図書館に行けば、お金がなくても、好きなだけ本が読めるんです。そして、こうした趣味や生きがいさえあれば、お金がなくたって、私たちは不幸にならずに、生きていけるものなんです。このように。 お金のかからない趣味というのはお金がなくなった時のための幸せの保険にもなるということをぜひ覚えておいてほしいと思います。探せばね、お金かけずとも素晴らしい楽しい趣味というのは世の中たくさんありますのでぜひ皆さん一つでもいいですからお金がかからないのにこれめっちゃ楽しいやんかというのを見つけてほしいと思うんです。それでは次二つ目に紹介したい。老後にににに確実にお金に困るる人のの残念すぎる特徴は未来のために ななならいいい消費をしているという特徴になりますさて、貧乏にならないように貯金するためにはあらゆる出費を削ってストイックに節約しなければいけないんだと思っている人はいませんか実はそんなことはありません。そうではなくむしろお金を使うべきところにしっかりお金を使うことは長い目で見て大きな節約となって帰ってくることがあります。そのため、 節約をするときは、削るべき出費と削ってはいけない出費を明確に分ける必要があります。では、どのような出費を削るべきで、どのような出費を削ってはいけないのか。その基準となるのが、その出費は未来のためになるかどうかという基準です。例えば、食費は代表的な削ってはいけない出費です。 なぜならば、食費は健康の土台で、食事にお金をかけるというのは、将来の健康への投資に他ならないからです。逆に食費を削れば、将来的に体を壊すことによって、より大きな出費として跳ね返ってきてしまいます。 一方で代表的な削るべき出費として飲み会代が挙げられるでしょう。取引先との接待のようなものを除いて会社の上司との飲み会代のような交際費というのは未来の投資にはなりません。会社の上司との関係など転職や定年退職によって簡単に切れてしまうものだからです。また人間関係を維持するためにお金をかけるというのもよくはありません。 会社との飲み会は NG でも友達となら OK なんじゃないのと思われる人いるでしょう。ですが、本当に固い絆で結ばれた友人というのはお金をかけて飲み会なんかしなくたってきちんとつながっていられるものなんです。むしろ。 お金をかけなければ繋がれない関係など会社の上司と同じ気迫でどうでも良い関係であると言えます。ぜひともこれからはお金を財布から出すたびにこれは将来自分のためになるのかを考えるようにしてみてほしいと思うんです。 それでは次3つ目に紹介したい。老後に確実にお金に困る人の残念すぎる特徴は、お金の勉強から逃げているという特徴になります。さて最後に、お金の勉強から逃げないことの大切さについて補足しておきましょう。 日本の学校教育ではお金の勉強を一切やりませんよねそのため多くの人がお金について何も知らずその結果下手なお金の使い方をして損をしてしまいますお金に関する勉強は健康などと違って数字が多くてとっつきづらくて難しいものですですが逃げずにお金と正面から向き合って少しずつでもいいので勉強をしていくということが貧乏にならずにお金を貯める近道なわ ですこのチャンネルでは今後も皆さんの役に立つお金の知識をわかりやすく解説していきたいと思うのでチャンネル登録がまだの方はぜひお願いしますそれではこの辺で2言をまとめておきます2言まとめこの2言では老後に確実にお金に困る人の特徴を3つ紹介しました1お金のかかる趣味を持っている2未来のためにならない消費をしている3お金の勉強から逃げている 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました